わずかな間、意識が途切れて、また同じ図書室で目覚める。僕を阻む見えない壁は、今日も黙って佇んだまま。同じことの繰り返しだ。僕はどんなに長い間ここに閉じ込められているんだろう。何日、何ヶ月、もしかしたら何年もとどまっているのかもしれない。最初はみんなが意図的に僕を無視して避けているんだろうと思ってた。だけどそうじゃない。彼らは意図的な無視さえできなかったんだ。僕が彼らの目に映ったことは一度もなかったんだから。窓ガラスの向こうでは確かに季節が巡っている。みんなは成長して次々と巣立っていく。僕の時計だけが止まって動かない。なぜ？疑問ばかりが浮かぶ。なぜ僕はこの図書室に縛られているんだろう。なぜ僕は命を落としたんだろう。僕は一体どこで生まれて、どこで育った。考えても考えても答えが出ない。何かとても大切なことを忘れている気がする。あの日、扉の向こうで僕を呼んだのは、